はい、こんにちは、アクアライクの木村です。大型魚をメインに扱って、アジアロワナや、キクラ、ガトニオ、あと淡水エイなどに力を入れています。中古スイーツも扱ってますので、近くの方は一度見に来てください。よろしくお願いします。はい、早速今大型魚とかいろいろ話聞きましたけど、後ろに映ってるのは何ですか、このでかいのは。うちの、メイン商材というか、はい、水モトロですね。水モトロでかい。まず水槽なんですけど、これ水槽サイズおいくつですか。1800×900、はい、600ですね、高さなんです。でかい、これえい、これは水モトロの親。はい、もう手法、うん、そうですね、もうこういうのはなかなかいないと思います。いや、すごい。このこっちの大きい胎盤はおいくつなんですか。これで52、3ぐらいだと思います。52、3。これって A の中でもその、元の中でトップクラスでかいと思いますか。いや、そういうわけじゃない。もっとでかいの全然いるんですか。A は、はい、メス個体で妊娠を繰り返していくと、はい、結構大きくなってくるんで、妊娠を繰り返すことによってでかくなるんですか。はい、なので大きいやつだとザブトンって言って60センチ、はい、胎盤60センチのやつザブトンって言うんですけど、はい、そういうのにもすぐにはならないですけど、ちょっとずつ年数かけて、はい、10年とかいくと60センチ近くになってくる。これ今何段歳ぐらい。7歳ぐらい。じゃあまだでかくなるんですか。まだでかくなる、ま、すげえでかいです、これ。これでも本当まだ、はい、まだ、まあ、あの真ん中のはちょっと大きいんですけど、はい、これでも別に A にしたら、はい、あ、大きいねぐらいです。じゃあ全然まだまだでかくなるんですか。まだでかく、あの繁殖まだ10歳ぐらいなん、はい、10歳ぐらいまではコンスタントに多分繁殖できるんで、はい、あのこの妊娠するたびに、はい、あの1センチずつ大きくなっていく。あのやっぱ胎盤がでかくなると、そんだけ、なるほど、あのまず妊娠すると餌の量が結構食べるようになる、はい、子供の分の栄養っていうのもあって、はいはい、でその期間にちょっとずつ大きくなっていくので、はい、妊娠繰り返すと大きくなる。はい、じゃここの水モトロの子供たちが下の、そうですね。あ、木村さんはもう A 大好き。そうですね、一番 A が好きってことです。そうですね、作業ですね、はい、やっぱ世話かけた分だけ戻ってくるんで、うん、で繁殖もアジアロワナとかに比べれば難しくないし、飼育の延長上にブリードはあると思ってるんで、はい、可愛いベビーも見やすいと思います。ありがとうございます。はい、なるほど。すいません、これ生まれたてですか。結構これで3ヶ月ぐらいは経ってますね。これが水モトロの赤ちゃん、はい、これ結構綺麗なんじゃないですか。そうですね、これも綺麗になる。そう、うん、これでも、はい、さっき下にいた黒っぽいやつはこういう風になる、はい、あ、最初あの、でもこれがもっと黒くなったりするんですか。そうですね、でこういうのに明るい色のやつはやっぱり、はい、明るい色で維持しやすい、はいはいはい、もう全然違うんですけど、この黒いのは、はい、もう胎盤の裏側が、はい、こういうのはもう白いじゃないですか、はいはい、透けてるぐらいですけど、はい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 、ああいう黒いやつは胎盤の裏もやっぱりもう黒い、はい、あ、もう分かるんですね、最初にも。あー、確かに黒い、黒い。これ販売はまだ先なんですか。そうですね、もうちょっと先かな。うん、わあ、でかい。でもまあ、あと、もうどうしても乙姫がメインなんで、はい、あの濁りが結構出ちゃうので、ね。今回撮影した動画は2023年の4月になりますが、エイ特集ということでアクアライクさんのエイをね、たくさんまたご紹介したいと思いますので、ご覧ください。こちらは2メートルの1メートル水槽、24歳の交流が泳いでいます。エイが
このエイ、自分エイ全然わかんないんですけども、やっぱでもエイもすごいいろんな種類があったり、はい、このまたその同じ種類の中でもグレードによって値段が全然違う。そうですね。もう特にコロンビアモトロは、はい、あの激しいと思います。激しい。あの今ここで泳いでるエイは、この1匹だけ黒子いますけど、はい、こちらは黒子、はい、あとはコロンビアモトロ、あとはコロンビアモトロ。この子なんかすごいいいですね。この子、はい、これコロンビアモトロってことですか。そうですね。うちの水モトロっていう、はい、ブランドっていうか、はい、え、アクアライツさんのブランドがいい。そうですね。もうコロンビアモトロの中で、はい、まあ商標名みたいな感じで、はいはい、水モトロ。水モトロ、はい、もう、うん、コロンビアモトロ好きな人は知ってると思います。なるほど。あの僕もエイ好きだったんで、はい、20年ぐらい前から20それこそこの氷を買った後ぐらいからエイハマってきたんで、はい、20年ぐらい前からはもうあの結構好きだったんですけど、はい、ちょうどその頃にダイヤが入ってきて、はいはい、で、結構争奪戦みたいになって、はいはい、当時ビッターズっていうオークション、はいはい、それでももう10万超えとか、はい、いいやつは10万超えとなってて、はい、で、なかなか手が出ないっていうのもあるし、はい、あとあのみんなダイヤの方に、はい、あの人気があったんで行ったんで、はい、じゃあ僕はじゃあ別の方で極めたいなっていうので、はい、水モトロ、あのコロンビアモトロを、なるほど、で行こうかな。あのちなみにこの例えばじゃあこの水元おいくらなんですか。この辺はもう親としてずっとしてるので、はい、2倍なんですけど。じゃあここから子供たち取れてそれを販売してるってことなんですか。そうですね。ちなみにじゃあこの個体たちの子供たちってどちらになりますか。こっち、あ、この下の段の。そうですね。これもそうだしこの辺もそうですね、はい、これが先ほどの元のたちの子供。はい、親がまだ他のところにもいるので、はい、いいですね、そういうのの子供とか。へえ、これ結構でかく見えるんですけど。それで27、8、30弱ぐらいだと思います。ああ、なるほど、30弱。エイってその30センチ弱っていう時って尻尾は含めないと。含めないですね、胎盤の大きさで。尻尾っていうのは、はい、だんだん短く、はい、まあ、成長するのに伴って長くはなるんですけど、はい、比率的にはだんだんかじられたりすると短くなってくんで、はい、そういう面で大きさを表すときに、はい、胎盤っていうので大きさを表す、はい、胎盤を、はい、胎盤の円盤の大きさ、はい、これが極微個体っていうのがこの白いやつですか。そうですね。が20万円黒いのもいるんですけど、はい、同じ種類なんですか。同じ血統で生まれてきます。じゃあ同じお腹から出てきてもこんなに色が違うんですか、はい、でこういうのは本当いないと思います。こういうのがなかなか本当なくて人気のあるってことなんです、はい、人気のあると極微と言われる。で黒よりもこういう白くて、あーなるほど、上にも、あ、じゃあこういうことはこれが極微ってことですか。そうですね。この辺本当うちでは普通にいますけど、はいはい、探してる方はなかなか見つけれないと、はい、なるほど。極微モトロ。隣になんかすごい、これは何ですか。これはこれはフラワータイガースティングフラワータイガースティングまたモトロとは全然違う種類です。全然違いますね。これはマイルドなんですけど、はい、これも、はいはい、もうなかなか入荷がないですね、はい、なので見れる機会っていうのも少ないと思います、はい、なんて言いましたっけ。タイガー、フラワータイガースティング、フラワータイガースティングで、あのスポットが花からになるから、はい、フラワータイガー、はい、なるほど。こんな絵、この絵も難しい、すごい繁殖になって、あの飼育自体が難しくて、はい、人工種餌とか、はい、馴染んじゃえば強いんですけど、はい、まずワイルドで入ってきて、はい、餌を食べずに死んじゃうっていうのも結構多いですし、はい、
そこから立ち上げる、あの、はい、人工餌を食わせてしっかり太らせて大きくさせるっていうのが難しいので、はいはい、入荷も少ないし、はい、手に入れれたとしても、はい、そこから立ち上げるのが難しい、はい、なるほど、例だと思います。コロンビアですかね。なるほど、あ、そうです。じゃあこちらにもまだエイ、はい、この手前ですか。これがクロコダイル。クロコダイル、すいません、全然わからなくて。で今妊娠してて、はい、もうちょっとで生まれます。へー、クロコダイル。はい。奥にいるのはダイヤです。ダイヤ。ここにもすごいたくさんあります。あ、これが子供ってことですか。そうですね、これも子供。そろそろあの広いとこに移してあげないといけないんですけど。はい、これ何ヶ月目なんですか。もう1年ちょいは経って、1年以上は経ってますね。結構成長した、ね。はい。水元。はい。これも綺麗な柄ってことですか。そうですね。これもまた特徴的でフリッとして、はいはい、黒いところは黒いんですけど、はい、リング、ダブルリングがすごい強い。はい、やっぱこういう綺麗な丸があってダブルリングとか。やはり奥にもすごいたくさんエイいます。これダイヤってことですか。そうですね。上が、はい、うちで大きい、ちょっと4枚大きめなやつが、はい、うちでブリードした。あ、はいはい、でかいのか。ギャラ系のギャラ系って言ってビッグスポットのギャラ、はい、ギャラ系っていうのはギャラクシーってことですか。そうです、そうです。小さいスポットが、はい、小さいスポットが欲しいギャラ系なら、それをギャラクシー、はい、しかもそれめっちゃ高かったですよね。そうですね、100万とか200万しますよね。もうベビーで100万200万、はい、一時期はありました。一時期は、今だと落ち着いてるんですか。結構でもやっぱいいやつは高いと思いますね。数十万も、はい、そうね。で下にもすごいたくさんいるんですけど、有名ブランド、はい、これはダイヤモンドポルカってことですか。そうですね、有名血統の、有名血統の。なるほど、すごいたくさんいて可愛いな。確かにやっぱね、映えるんで、はい、ブロジニシロのスポットっていうのは、はい、あの人気があるのも。へー、これもライクさん繁殖させたってことですか。まあこれは違いますね。上の個体は、はい、繁殖したんですけど、はい、じゃ仕入れてる、仕入れたやつです。あー、なるほど。有名血統の、はい、ダイヤモンドスティングレイ、はい、ポルカドットっていうのが一番初めに、はいはい、流通してて、はい、でそれの産地別っていうか、はい、新宮川の、はい、さらに支流のサンフェリクトっていう地域の、はい、個体がすごい綺麗なの、はい、あのダイ、それがダイヤっていうんですけど、はいはいはい、そこの地区のが、はい、2005年かそれぐらいに結構入ってきて、はい、で、ポルカも人気だったんですけど、はい、さらにそのダイヤが入ったことによって、はい、エイのブームが来ましたね、はい、なるほど。この裏ギャラです。これ、ポルカが入ったことでダイヤだけど、ポルカとダイヤは全然違うんですか。そうですね、あの全然違うっていうか、うん、産地が違うのと、はい、あとあの模様、はい、じゃあポルカとダイヤちょっと見たいんですけど、ポルカといえばポルカはもう今ほぼいない。いないんですか。今お店にいない。いないですね。もうポルカを繁殖してる人はほぼいないんじゃないですか、ね。そういう難しい。だいぶ少なく、もうダイヤに結構淘汰されちゃったっていうのもあるし。はい。はい、なるほど。ポルカはポルカで、はい、均一なスポットの配列とかあって、綺麗は綺麗なんですけど。はい、ダイヤの方が人気があって、ダイヤから見るとちょっと寂しさはあったり。あ、そうなんです。ポルカドットスティングレイなんて話をよく自分なんか聞いたことあったんで、それはだからダイヤモンドスティングレイ、これはダイヤモンドスティングレイってことですね。はい、はい、なるほど。
ダイヤが、はい、外周にもスポットがある、はいはい、なるほど。でポルカにはほぼスポットはなくて、はい、真ん中 の, メインスポットの大きめなスポットがあるんですけど、はいはい、ダイヤは外周まであるような感じで、はい、なるほど。じゃあすごいたくさんのダイヤたちを撮影させていただきありがとうございます。はい、というわけでタコアライクさんのね、今回は A 特集動画でした。まあでもアクアライクさん、あのエイ以外にもめちゃくちゃ魚たくさんいるんで、キクラだったりダトニオもねすごいたくさんいました。そしてポリプテレス、これがねもうエンドリケリューからいろんな種類ねたくさんいますので、あの本当にねあのお気に入りの個体が見つかるかもしれませんのでね、ぜひ行ってみてください。もう本当いろんな魚種がたくさんいます。前回ね動画にたくさん載ってるので、ぜひね前回の動画もチェックしてください。ショートノーズクラウンテトラ、でかいですね。非常にいかつい顔をしてます。エイも他にも本当にたくさんいますし、アジアアロワナもね、紅龍、金龍もいました。店長は南米のお魚が一番好きということですが、本当にね世界各国のいろんな、お魚がいます。もうレア種もいますし、大きいアジアアロワナもいます。この金龍もねすごいでかいんですよ。60センチクラス、化石金龍ではねかなり珍しいと思います。はい、そしてこちらアクアライクさんのインスタグラムなんですが、こちらですね、ボーナスセール、12月9日から12月17日まで生態2割引き、器具1割引きとなっていますが、この動画もうねセール間際だと思います。ですがまたねアクアライクさん年末年始セールもあるということですので、ぜひねアクアライクさんのホームページインスタグラムの方をね、チェックしてみてください。動画を見た方に何か特典もあるかもしれないので、ぜひ期待しましょう。それではご視聴ありがとうございました。